ここにいる人間の目的は一つ。あの山よ。カゲロウ山よ。その山の上にある黄金が目的なのよ。俺には山が見えないんだ。山を疑う。途端この山、その人の前から消えてなくなる。Desire, Cobra loves the danger. Fear is nothing he shies from. Action is his answer. He sails through the night, the pirate's life from star to star. The girl by his side.The best lover, a man forever disguised. Cobra is the hunter, a gun less than a. There ain't no man he won't take on. A girl by his side, lips a girl he defines. You're hero.バキ、何してんの？置いてかれるよ。もうダメだ、ヘトヘトだ、動けねえや。でもよ、姉貴よ、この山本当にあるのかな？フランクだって見えなかったと。バカ、そんなこと考えるんじゃないわ。バキ、でも俺にはどうしてもこの山が現実のものとは。ダメよバキ、そんなこと。バッキー、バッキー、よせデイジー、落ち着け、落ち着くんだ。畜生バッキー。こう寒くちゃ夜登るのは無理だな。今夜はここにテントを張る。うるせえんだよ爆弾よ。いつまでグダグダ言ってやがる。死んじまったもんはしょうがねえじゃねえか。あんたにしてみればよかったろうさ。分け前が増えたからね。なんだと？この女、もう一遍言ってみろ。もういいだろ。その元気明日まで取っておくんだな。まだ頂上までは長いんだぜ。気に食わねえ野郎だぜ。てめえいつからリーダーになったんだ。リーダー？ごめんだね、他人の面倒まで見る気やないぜ。しかしな、
全員一本のロープでつながって登るんだ。誰かがこの山の存在を疑ってみろ。途端にそいつの足元から山は消えちまう。そうすりゃ全員地獄へ真っ逆さまだ。そろそろ眠るとしようぜ。気温は下がっていくんだ。気をつけな。寝てる間にこのバリアテントのエネルギーが切れたら、朝には氷漬けになっちまう。どうしたリンダ、寝疲れないのか。私なんだか恐ろしいの。今夜はここで寝させて。抱いてジョンさん。私怖いのよ、この山のことを思うと。とてもよすんだなリンダ、下手な芝居は。あんたが怖がってるのはこの山じゃないさ。怖いのは金を見つけた後の自分の取り分さ。あんたがニューヨークでどんなに顔が利こうとも、ここじゃ女一人。用心棒のフランクが生きてた時は強気に出られたがね。つまり用心棒代わりに俺を抱きこもって腹だ。あなたって食えない男ね。でもそんなこと言っていいの？私は知っているのよ、あなたがあの賞金首の海賊コブラだってことはね。他のみんなが知ったらどう思うかしら。やれやれ、よく頭の丸女だ。今度は脅しか。君なら一人だって大丈夫さ。悪魔だって丸め込める。どうした？なんだ？見てください、デイジーさんが。どうしている？ひでえな。夜のうちにバリアテントのエネルギーが切れたんだ。いや、これは事故ではない。誰かがわざとエネルギーチューブを外した。じゃあ殺されたっていうの？デイジーはタバコ吸うか。あの女は爆弾作りだぜ。火は厳禁だとよ。じゃあ誰か彼女のテントを訪れた奴がいるな。なんてこと。私たちの中に殺し屋がいるっていうの？それもどこのドイツかわからないと来てる。いや、手がかりはある。こいつがデイジーのそばに落ちていた。デイジーを殺したのは左利きの男だ。なぜそんなことがてめえにわかる？そのマッチを見ろよ。左端から使われている。右利きなら右からなくなっているはずだ。俺だというのか？さあね、ここに左利きは3人いる。オタクとセバスチャン神父、それにあなたも左利きね、コブラ。あの男の名はジョンソンなんかじゃないわ。海賊コブラ、人殺しの盗っ人よ。なんだと？コブラだって？そうか、コブラか。道理で俺の名を知ってるはずだぜ。顔を変えてやがったんだな。忘れちゃいねえぜ、コブラ。俺の左目を撃ち抜いた奴のことは。イカサマカードを使った貧乏人から金を巻き上げるような奴はそんな目に遭うのさ。無事くたばれ。なんということを。殺さなくては。気にすんな、死んで当然のやつだ。死んで当然？それを決められるのは神だけです。俺は神さんの手間を省いてやったのさ。冒涜だ、神への冒涜だ。あなたは悪魔に見入られている。だろうな。でもオタクはどうなんだ？
信仰心を取り戻すとかなんとか言ってたが、実際のところ金が目当てじゃないのか。信仰心を取り戻すつもりなら何もこんな山に登らなくても他に方法がいくらでもあっただろう。そんな私は図星だな。それにあんたも左利きだったな。これでは登るの無理。嵐収まるまで待つ。他の連中はどうしてる？皆さん、岩の裂け目を見つけて避難しているはずです。コブラさん、あなた、いつも左手の時計を耳に当てている。何を聞いているんです？ラブコールさ。おい神父、リンダの姿が見えない。どこに行ったかあんたは知らないか。セバスチャン神父。あんたが殺したようなもんだぜ。ヤッコさんをこっぴどくやり込めたからな。両親の呵責ってやつさ、耐えきれなかったんだろうぜ。神父が自殺を？ま、死んじまったもんはしょうがねえさ。それよりリンダの姿が見当たらねえ。追っかけようぜ。あの女に金を独り占めされてたまるか。どこまで登れば頂上に着くの？どこまで登れば？どこまで登ろうと頂上へはたどり着けないさ、リンダ。そんな、あなた。考えてもみろ。ここに山なんてありはしない。全て夢なのだ。存在しない山に登ることはできない。違う。これは山よ、山はあるわ。いや、夢だ。全ては幻だ。いや、やめて。山はあるわ、山は。そんな。あの。リンダ。バカな女だ。命綱もつけずに一人で登ろうとするからだ。リンダさん、この山を信じきれなかった。頂上が見えてきた。おい、ジェロニモ、もう少しゆっくり登りやがれ。おめえさんと違ってこちとら都会育ちなんだぜ。レオ！くそ、岩にぶつけて左腕を折っちまったらしい。レオ大丈夫か？さ、捕まれ。元気なモンサー、金を目の前にしてこんなとこでくたばってってまるか。金だと？この山に金などありはしない。誰だ？ここに金などない。あるのは死だけだ。うるせえ、金はあるぜ。20トンの金塊だ。この山のてっぺんにな。なぜわかる？お前は金を見たわけではあるまい。ただの噂を聞きつけここへ来たのだ。やめろ、金はあるんだ。金は、金など最初からないのだ。だからお前が上へ登る目的もない。ヤツの言うことに惑わされるな。レオ、金はある、信じるんだ。でも
金は本当に…うわっ、ではくそ、出てこい、お前だってことは分かってるぞ、出てこい、セバスチャン神父。なるほど、サイボーグか。その首じゃ首吊りはできないはずだぜ。なぜだ、なぜ私だと分かった。自殺を禁止されてるカソリックの神父が首吊りなんかするかい。噂通りだな。さすがは海賊コブラだ。その通り、デイジー・モリンダもこの私が殺した。貴様も死ね。気の毒にな。地獄では君みたいな客を待ってるぞ。残るはただ一人か。冗談じゃない、死んでたまるか。俺は上に用事があるんだ。見つけたぞ、俺の金だ、すべて俺のものだ。神父さん、そんな、あんた、生きていたのか。そう、他の者はみんな、死んだ。これで一人残らずな。いや、もう一人いるさ。こいつは驚いた。とっくに地獄に行っているものと思っていたぞ。一つわからないことがあってね、気になって死ねないんだ。他の奴らはこの上に金があるかどうか迷いを持っていた。しかし、オタクは違ったな。ここに金があるということを確信していた。そいつはなぜだ。地獄へ行ったら連中に教えてやれ。あの旅客機に爆弾を仕掛けたのはこの私だからだ。なるほど、これで安心して地獄へ貴様を送れるぜ。首は雪の上、首から下は地獄か。ジェロニモ、大丈夫か。心配ない、かすり傷だ。あんたがここへ来た目的は何だったんだ。これだ、これ、俺の父、アバ族の王者ロングホーン。俺の部族の掟、王者になる者、その勇気を示すため、カゲロウ山に登らなければならない。父もこの山に登った。しかし、帰ってこなかった。はー！部族の者は父が山を怖がって逃げたと言った。しかし俺は信じていた。父は逃げたのではない。この山へ登って、そしてここで死んだのだ。あんたはそれを確かめるために。みんな山を信じきれずに死んだ。でも、なぜ俺たち3人だけここまで来れたのだろう。登山家が山の頂上まで登れるのは、その山を征服したいという目的があるからだ。しかし、あの連中にはこの山へ登るための目的が希薄すぎた。あるかないか知れない金を探しに登ってきたんだ。奴らが金があることさえも疑った時、山へ登る目的は揺らぎ、そして山は消え去った。あの偽神父がここまで来れたのは、そりゃ奴が金がここにあると確信していたせいだ。この山を登るには目的がいる。ジェロニモ、あんたにはそれがあった。コブラさん、あんたはいつもそうやって耳に。
一体何を聞いているんだ。言ったろ、ラブコールだって。来てくれると思ってたわ、コブラ。ああ、暇つぶしに寄ってみたんだ。私の緊急信号を受け取ってくれたのね。もう少し遅れていたら、私の機能は完全に停止していたわ。風呂に入ってよく温まるさ。この旅客機にはあんたの友達が乗っていたのか。そうか、あんたにとってこの山も金もあろうがなかろうが、そんなことはどうでもよかった。この山の上に登りつくこと、それだけが目的だった。それに山は応えてくれた。レディ、この山は本当にあると思うか。え、何のこと。山は山だわ。そうだな、君があると信じてりゃそれでいいのさ。さあ、早く下山するとしようぜ。ここは涼しすぎる。暗闇に紛れ込み、一人傷を舐めれば、愛おしい人たちの顔がふとよぎる。ここではないどこか、絶え間なく胸は熱く、傷ついが現れるのを待っている美女がいた。人の顔にそっくりな花の種を取ってきてほしいという。なんでそんなものを欲しいんだ。どうしても俺に引き受けさせるために、彼女はシークレットを人質にしているらしい。まあ気が済まないが行くしかないか。みんなに忠告だ、美女からの頼まれ事には気をつけた方がいいぜ。次回のコブラ・ジ・アニメーション、マンドラド、よろしく。